現在この先台風に発達する予想の熱帯低気圧がありますけれども、はい、今後の進路はどうなっていくんでしょうか。はい、今のところは西寄りに進んで沖縄方面に進む可能性が高いと見ております。はい、予想進路を見ていきましょう。早ければ熱帯低気圧今日中にも台風になりまして、その後は西北西進しながら徐々に勢力を強めていく見通しです。今のところは比較的足早に西寄りに進んで、31日の時点では四国の南の海上、そして9月の1日になると暴風域を伴って沖縄にかなり近づくと見ております。ただまだ予報円は比較的大きな状況で、北側南側へと進路がぶれる可能性があるといった状況になっております。この状況には2つの、ね、ポイントというのがあります。はい、その1つがですね、こちら上空の低気圧ですね。こちら上空1万メートル近くのお天気を示したものですけれども、青く塗られている部分が寒気、そしてここのぐるっと渦を巻いている部分が低気圧となっております。上空の低気圧がちょうどこの辺りにありまして、だんだんと日本列島に近づいてくるような状況ですね。まあ、上空の低気圧といってもこの低気圧への渦となっておりますので、台風と進路干渉するということになりますので、あまり北に進んできにくいというところが一つあります。そしてもう一つポイントになるのが太平洋高気圧の勢力ということになりますね。この後の太平洋高気圧の勢力見ていきますと、この日本の東側にあります大きな輪っかがちょうど高気圧ということになって、ここが熱帯低気圧ということになりますけれども、時間を進めていくと高気圧が勢力を強めて日本付近を覆うような形に30日にかけてなってくるという形になりそうですね。はい、ですので日本付近はこの高気圧に覆われる、そしてちょうど本州の南の海上に上空の寒気を伴った低気圧があるということで、台風があまり日本列島に近づく可能性は現段階では低く、沖縄方面に進むという予想になっております。ただこの高気圧の勢力ですとか寒冷低気圧寒冷渦の位置によってはこの台風の進路も変化してくる可能性というのがありますし、まだの台風が発生していない状況ということで、はい、コンピューターシミュレーションの計算結果もなかなかまだ安定しないということになります。まあ、今後の、台風の発達度合いによっては高気圧の勢力が変わって進路に変化が出てくるということもありますので、できるだけ最新の情報をご確認いただきたいと思います。わかりました。今後も随時最新情報を確認していく必要がありそうです。吉野さん、ありがとうございました。ウェザーニュースのアプリからは台風情報に加え、この先の天気図についても確認をすることができます。こちらウェザーニュースのアプリ内の天気図チャンネルです。こちらからは今日からの天気図変化ですね、見ることができるようになっています。熱帯低気圧、この先台風になる予想ですが、9月に入った時点の天気図、9月2日時点でもご覧のように天気図上に現れてきています。今後の進路がどうなっていくのか、ぜひこちらの天気図チャンネルからも最新の情報をご確認いただき、 YouTube チャンネルの方からもぜひ最新の情報をご確認ください。